はい、ありがとうございます。家族プレイラジオ、特別編飛び出せ小屋話、パーソナリティのウォーリー木下です。若旦那家康です。よろしくお願いします。ね、この配信は神戸アートビレッジセンターからなんか演劇とかアートとかについてのなんかよもやま話をゲストをお迎えして発信していくっていう YouTube ラジオでやってたんですけど、なんか久々で、久々ずっとやってたんですけど、うん、まあ途中で今までの分が20回ぐらいまで行ってました。20回ぐらいやった。やって、うん、YouTube でカブックのチャンネルから見たら聞こえるんですけど、すごいよね、初めて今までいろんなゲスト来てね。いろんなゲスト来てました。思い出深いゲストありますか？織田さん。ああ、織田さんね。あの回だけすごい再生回数多いですよね。あと、まあ、尻上がりことぶきさんとかね。すごい、全然これ収録されてて、実際は映像は流れないからあれなんですけど、めっちゃメガネ曇ってますよ。マスクしてるから。いや、これがやっぱリアルだね。今ずっと実はそのズームっていう、もうこの曇ったままいきますけど、コロナの中で、はい、まあ、このカブックの僕が演劇のプログラムディレクターをやらせていただいてるんですけども、劇場も閉まっちゃって、でもなんかやっぱりこう演劇から発すること、劇場が外に伝えれることないかなっていうことで、まあ、その外に出なくても、まあ今ズームっていうね、こう、まあ、オンラインのシステムで録音ができたりするので、まあ、日本中のいろんな人とつながってお話をして、それを、まあ、YouTube で配信して聞いてもらうと、まあ、それこそお家で聞いてもらうという、まあ、演劇ではないんですけども、まあ、演劇にまつわるいろんなことをこうちょっと発信していこうかというのが、だから1年半前ぐらいに始まって、そうですね、だからコロナ始まって間もなくしたらこの企画になりましたもんね。そうなんですよ、うん、なので今日のこの皆さん、まあ皆さんっていうのはこう、まあ、ここで家族からやってるんですけどね、家族のホールに今僕はいまして、うん、若旦那もいまして、こう対面でやるのも初めてでね、緊張しますね。緊張するね。ウォーリーさん横にいるとかずっと画面上お客さんがいるっていうのも初めてですね。あ、お客さんいるのも初めてですね。なんで皆さんぜひこれ YouTube になります。 YouTube になります。 YouTube でアップされますし、過去のも、もう一度、一遍聞こえなくなってたんですけど、また今日から再開してるそうなので、よければ今日からっていうのは10月10日から、ね、10月10日から過去の分もよし、もしよろしければ振り返って聞いていただけたらなと思ってます、はい、まあそんな感じで、はい、頑張りましょう。まあけどゆるっとゆるっとね、ウォーリーさん長いこと会ってない間に、はい、パラリンピックの開会式の演出してて、ね、多分度肝を抜いた。それで忙しかったね、うん、そうですよね、うん、でなんかSNS とか見てたら、うん、ウォーリーはそういえば、うん、オリンピックの開会式の演出したいとかって飲みながらよく言ってたみたいなのを何個か見たんですよ。言ってた、実際。だから言うって大切やなと思って、でこのなんか過去の小屋話も公開収録とかしたいよねみたいなことを多分ウォーリーさん言ってて、こう現実になってるなと思ったから。別にごめんこれの公開収録そんな夢ではなかったわ。嘘、こんなに素敵なバーなのに。あ、まあそうだね、はい、そうか、じゃあそうか、夢が叶ったんだ。そうそう、ちっちゃい夢から大きい夢まで叶えていきましょうよっていう話でして。あ、なるほど。あ、そうだ、別にちっちゃい夢ってわけじゃないよ。あ、次、うん、言霊にしたらいいと思うんで、次叶えたい夢なんか言ってくださいよ。あ、なるほどね。今ここに初めて言葉にする次の大きいかちっちゃいか分かんない夢。いやでもごめん、そういうことを言ってたんだけど、うん、やっぱ俺不言実行が一番いいと思うね。マジで、あれ一番かっこいいから。あ、やっぱ言わないで実行する人間になりたいっていうのがまあ今夢かな。いや、お、ややこしいなそれ。すごいややこしい。不言実行で叶った夢ってあるんですか、うん、もう叶ったやつやから。不言実行で叶った夢ない。全部言ってんだ。じゃあ、いや言ってるとか言わないやつはやっぱ忘れていくから、いやそういう意味では言った方がいいのかな、もしかしたら。そうだと思いますよ。忘れないためになんかある、あなた、そういうこと。僕、そうですね、5年後ぐらいに劇場主になってようかな。じゃ今初めて言ったの、今それ。今初めて言う。劇場主には別になりたいと思ったことないで、
なんか劇場で働くとかは経験もあるし、あの面白いなと思って。もうゲスト呼ぼうか。呼びましょう。ゲストを皆さんに、ね、あの言霊を聞いていきましょうか。そうだね。じゃ あの一人一個ずつさ、はい、こう5年後に叶えたい夢を、はいはいはい、あのじゃあ全員出てき、あの一旦全員をお呼びしてから一人ずつ、ね、あとあの皆さん、この場にいる皆さんね、あの、はいはい、今これぜひ現場にいる皆さん、この質問を今日この質問を中心に話はもう進める、進めることにしましょう。しました、はい、しました、はい、しました、うん、あのこの YouTube だけ聞いてる人にあのお伝えすると、お客さんからの質問を今随時受け続けてるという状態になっております、ね、まあそんなこんなで、あの早くゲストの方も見たいと思いますので、ゲスト、お一人ずつ呼んでいきます。安住の地の、岡本雅也さんです。どんどん呼ぼう。あ、どんどん呼ぼう。はい、そして小骨座三が日番さんです。スターマシンプロジェクト赤星正則さんです。よろしくお願いします。劇団不老者西田優也さんです。加納とおっさん加納美奈子さんです。ごめんごめん、はい、そうだね、あの劇場で今収録してるから、うん、呼んでも、うん、あれなんでね、袖から走ってくるスタートがあるから、ストロークがあるんですよ、ね、そうだね、ごめん、もう一回声をもらおうよ。あ、じゃあ、あのまあなんか自己紹介 と, 自己紹介と、ね、あの有言実行をするための適当な夢を。適当な、じゃあ、これカブックフラッグカンパニーの、2021から2022の、面々なんですけども、うん、一応上演される順、された順でいこうと思います。じゃあ安住の地の岡本さんお願いします。はい、安住の地の岡本です。先ほどありがとうございました。今回もよろしくお願いします。有言実行の夢、真面目でもいいですか。あ、もちろん。僕あの広い劇場でやりたくて、はい、こうそうあの小劇場でも好きなんですけど、なんとなくこう空間に余白がありすぎる方が。カブックは、あ、いや、カブックもでも5年後で言ったらちっちゃいかもしれないですね。あ、僕ね、なんかもうどこあるんですか、やりたい劇場は。もう外かもしれないですね、最悪。野外で。野外とか。あ、それすごい素敵ですね。グレイエキスポみたいな感じよね。ね、あの国立競技場とかでやりたいですけどね。ごめんごめん、グレイエキスポを一応拾ってあげてよ。いや、一応日本でさ、一番大きなライブだから、人生だろうですね。はい、ありがとうございます。でっかいところで5年後やってるかどうか、あの楽しみですね。はい、じゃあ小骨座三が日番さん。はい、三が日番です。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、有言実行、なんか特にこれといったものなくて申し訳ないんですけど、でもあえて言うなら、あの俳優やってるので、もっといろんな人と共演していける5年後とかに、なんかこの人とも共演してんっていう感じの人間になっていきたいです。誰と共演したいんですか。うわ、リチャードギアとか。リチャードギア、なんでいちいち古いの全部。90年代の話をなんで今すんの。誰でしょうね。でもあのこう野田マップとかに出てたらすごいんかなって思うようになりましたね、最近。あ、なるほど。5年後に野田秀樹と共演。野田秀樹と出てる。あ、いいかもしれない。素敵な、うん、いい、はい、いいですね。じゃあ赤星さん。適当だな。こんな感じですね。本当にポンポンいかんとね。ありがとうございます。スターマシンプロジェクトの赤星正則です。ありがとうございます。わかる、わかる。やりたかったあれ。加納さんにちょっとさっき言おうかなと思ってた。絶対やるつもりだったよね。そうそう、さっき撮っとこうか。みじも考えていなかった。加納さんめちゃめちゃうまそう。あんな見事なやつの後でよくやりました。ちょっとやってみて、やってみて加納さん。私ですか。絶対できる。本日は、あ、うまい。うまいよ。皆様、はい、ちょっとこれさ、ごめん、YouTube 聞いた人は何のことかわからんから。でもあのこの後金沢公演見に行ってくれたらすごくわかる。安住の地の金沢公演を1月何日だっけ ？1 月20から23日にやってまして、はい、そう、この公開収録の前にちょっとイベントをねやらせてもらって、その時に。セルフエコーっていう技を繰り出した役者がいまして、ね、すごい流行ったよね。ね、それをちょっと、
やっていただきました今。ありがとうございます。すいませんありがとうございます。はい、え夢は夢俺あの僕夢はあの5年後ゲームつけようかな。ああいいね。三上晩えじゃ三上三が日って呼ぶんですよ。晩さんってすごいめちゃくちゃいい名前だよね。あの昔うちのあの一緒にやってた人で木のぼり子さんっていう人がいてんけど、今さっきこの間ふと思い出して、うん、すごいいい名前やなと思ってなんか木のぼ のぼり子さんってすごいいい名前やなって2回言う早く言ってくる、はい、木のぼ、あ、はい、なぜかねこういう時だけ言わないですよねいやもう泳がすねあの人泳がすホーリーさんと赤星さん同じ劇団やから同じ劇団だからあのそのことも知ってるし、うん、木のぼり子さんのことも知ってるから、うん、なんかホーリーさんが言うのかなと思ったらもうずっとニヤニヤして何も言えへんから待ってたんですけど、うん、あの今流れ的にはでも若旦那が止めるっていう流れだったじゃんそうちょっとわかんねえなあでも芸名芸名を誰かに考えてほしいあ人につけてもらうね、はい、重要ですねあ誰やろう誰につけてもらったらいいかなそれも後で考えていきましょうはい、じゃあ西田さん、はい劇団不老者という団体で、代表で普段は脚本とか演出とかやってます西田と申しますで夢じゃなくて目標ですね、はい、目標はね僕個人的なあれなんですけど今使ってる脳のパーセンテージが数パーセントしか使われてないのを、うん使える領域を増やしたいなっていうのをそれ自力でできるんですか、それは健康あの生活習慣とか運動とかちょっとスピリチュアルな感じになっちゃうんですけどそれ本当にってこと本当にやりたいなって今思いましたそういうなんかあれがあるわけ科学があるわけいやわかんないですわかんないでもこれ究極、うん、見えてるってちょっとミスった感じしますね。見えてる世界を変えたいなっていうことを思ってます。自分の認識してる世界というのを。まあでもちょっとなんか深く掘り下げてたらすっげえ面白そうだけど。面白どうする若旦那。面白そうですけど、うん、時間ないんで次行きましょう。じゃあこの話をちょっとだけ掘ってもらおうよ、加納さんに。あ、そうだね。パーソナリティ怖すぎませんこのラジオ。二人とも加納とおっさんの加納さんです、はい、皆さんこんにちはコメディユニット加納とおっさんの加納美奈子と申しますではどうぞよろしくお願いいたしますいや前から外れてるからちょっと面白いこと言ってるんだろうなぐらいしか分かんないんで、はい、加納とおっさんの加納美奈子と申します5年後の夢は再現がなくいっぱいありますけど、まあ、あえて言うならちょっと売れっ子脚本家になりたいといったところあそうなんだ脚本家なんや、はい、どうですかさっきの西田さんの話を聞いて脚本家するっていう、そうですね、見える世界がこう変わるっていうのはどう思いますか、そうですね割と年取っていけば割と簡単に見える世界変わるかなっていうのを一つ年上だから言いたいということとでもいいねそういう夢いいと思うありがとうございますすごい素敵でしたねありがとうございますなんかけどさっきの西田君の話聞くと、はい年取って言葉が出てこうようになるのって、うん、もう脳のパーセンテージをガンガン減らしてしまってるってことなんかなあでもなんかねそう、うん、いやそれ僕もだから今20代後半になってきて、はいはい、かつてよりなんかね出てこなくなってくるんですね引き出しが開けづらくなってくる20代後半でもうすでに20代の時はボンボン思いついてたことが、はあはあ、なんかね出てこなくなってくるのが怖いので、うん、それ今のうちに予防したいなっていうので開発を試みたいところですねすごいそれトレーニングってことトレーニングあどう誰かこの話をもうやめませんかいや割と僕共感あ本当ですかします年近いそうです、ね、年近いです僕26なんですけどなんかなんとなく演出やってる時になんかもうちょっといろんなアイディア出てた気するんですけどなんかカカカカカカってなんかあそう稽古はでも昔の方がポンポンとなんかどうしようもないことから何でも思いついてたのが、ね、ローディングにすごい時間かかるようになっちゃってちょっと考えさせてくださいみたいなのがすごい5年ぐらいで増えた感じするんですよその代わり考えてる間に適当に喋っとくみたいな力ばっかりついてまだ繋ぎ方だけそう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 
その間にこうローディングしてなんとかやり過ごすみたいなことを、もうローディング僕はもう10秒くださいって言って、うん、シンキングタイムを設けるようにしてますね。そういうつなぎ方だけを10秒。でもその10秒の間みんな待ってんだよね。待ってます。誰もつないでくんないんだよね。待たないです。だから僕の脳がフル回転で、もう脳の話やめましょうか。いやでもさっきね、ちょうどこの収録の前に安住の地さんのなん公開稽古素敵なシアターメイキングライブと、ちょっとそれ何シアターメイキングライブって。まあ、公開稽古です。公開稽古、公開稽古をかっこよく言った、うん、かっこよく言ってみたっていうシアターメイキングライブがあって、はい、演出をねしてる岡本さんの姿を、まあ、ここにいる全員が見てたんだけど、もうすごいスピードで演出してるなと思って感動しました、ね、うわありがとうございます、うんうん、いやだから今聞いてさっきのってそんな詰まってたってねえ、うん、それもさすごいなと思ったのは、安住の地さんってこう2人演出家がいらっしゃるというすごい特集だと思うんですよ、うん、はい、作も演出も2人でやってるってことだよね。そうなんです。あの Google ドキュメントでこう共有しながらリアルタイムにこう増えていくみたいなことが、すごい新しいねそれね。いやなんか僕もよく演出家さんとかに2人演出いるの嫌じゃないって聞かれるんですよ。なんか自分がやりたいことできんのみたいな、うん、今のところ僕はありがたいなと思いながら、間をつないでくれる、間をつないでくれるしそれはまあサブ的要素なんですけど、なんか気づいてない視点で見てくれるん で、うんうんうん、で多分指導カピが気づいてない視点で見てるんで、まあ役者は大変でしょうね。違うこと言われたり、うん、そうそう、今日も一瞬そういう時あったじゃないですか、歯の開き方について。私はそのつもりじゃなかったみたいな、うん、でその時にどう対応するのかなと思ったら、もうめちゃめちゃ大人な対応というかね、こうすぐ、あ、じゃあ少しそっちにしてみる、で、もう一人の方もね、指導さんも、じゃあそうしようみたいな、こうなんて健康的な演劇の現場なんだろうなと思って、もっとさ、違うよそんなんじゃとかさそうね、公開でプロレスみたいになる可能性が、ね、なるちょっとでも俺ヒヤッとしたの、あれ大丈夫かなと思って、そしたらでももうなんかみんな、 なんかこうワイワイとというか、そうですね、すごい普段から結構そうかもしれないですね。なんかあんまりそう怒られます、なんか怒られる、あの演出されてる時に怒ったことないですけど、あですよ、ね、怒られるってこと、演出が、演出怒る、怒ります、あ怒らない、全く怒らないです。え、昔から一回も怒ったことないです、ね、なんか日常でもそんなそもそも怒ることないですけど、演出で怒ることはまずないですね。ウォーリーさん怒っててました。いやめちゃめちゃ怒ってたよ昔28期の時はすごかったよでもいいです、すごい、でも最近は怒らないですね、やっぱりね。あ、ウォーリーさんも、あ、いや、あ、演出家が、うん、そうね、赤星さんも怒らないですよね。怒らないけど現場にいる、なんか結構煮詰めて話して、うんうん、ちょっと追い込んでしまう時はある。あ、難しいですよね。なんか僕そうやってやってみたことあるんですよ、そのうまく回ればいいというか、いいものができればやり取りとしてなんかいいなと思って、うんうん、ガーって話し込ん、あえてガーって話し込んで、うん、やってみた時にうまくいった試しがなくて、でどっちかというとこうしゃなりしゃなり受け入れていった方が現場がうまく回るからという理由で割とそういう価値観になっていった感じが、なんか少人数やからもう4人とか5人なんで、そうっすよね、もう1人ずつ喋っていかないと、そっか、全体で動かす感じじゃないやつね、はい、一人一人と喋っていくときはやっぱり結構喋らないと、なんかちょっとさらっと終わってしまう時もあるから、うんうん、まあまあ進める時もあるよ。でもちなみに加納さんは、はい、加納とホスさんはどっちが作でどっちが演出とかもなかった、ね、同じなんですよ、2人作2人演出なんですよ、はいはい、Google ドキュメントで、 Google ドキュメントは全く使ったことないんですけど何どうやってやってるの、パソコンの前に2人で座って言いながら書いていくっていう、台本も横書きなんですよ、だから一緒やなと思って見てました。そうそう、縦書き横書き、で怒らないし、怒らないというか、その作ってるのがコメディなんで、
そのなんていうか空気が悪くなるのが一番稽古が停滞するっていうのもあってですね、なんかまあまずいなと思ったらやんわり本当に弱めた数ぐらいの感じでそのちょっと言ったりはしますけど、まあでもそんなガーって怒ったりはしないような気がしますね。なるほどね。一番神経使います、なんかそのクリエーションメンバーに対する言葉遣いとか。そうなんです ね、 あの結構皆さんそれぞれ の、 その経歴とかプライドとかあるんで、そのあたりをいかに刺激しないようにやるかっていう演出側の苦労はありますね。みんなのプライドを気にしてやってみんなのプライド込みでやっぱり演出ですね。んなんかあの質問もあのアットランダムに拾っていこうかなと思うんですけど、あの実際あの劇団で多人数でものづくりをする点で一番大事にされていることは何ですかっていう、うん、あの質問がちょうどあのペーって見てたらあったんで、今ちょっとその流れでコメディやから空気を悪くしないみたいなのはありましたけど、なんかその大人数でねものを作りするときに一番大事にしていることって何ですか。こけども三が日晩さんは別に演出だけじゃなくて俳優もしてるし、はい、そうですね、作演出も したりした時もありましたね。なんか大事にしてることってありました。大事になんか俳優として臨む時と全然作演出で臨む時って大事にしてることが違うくて、うんうん、俳優でやる時はもうあのさっきの稽古場の雰囲気もそうですけど、なんか私今年いっぱいに関しては今年の稽古場に関してはダメ出しされてもあの明るくいこうみたいな、そのなんか落ち込んだり思い詰めたりしてしまうことが結構あったというか、割と思い詰めやすかったんですけど、思い詰めても仕方がないので稽古場が停滞するので、なんであすいませんじゃあ次ちょっとできるようにしますぐらいの感じでできるだけいっぱい稽古を回させてもらうっていうのを俳優の時はすごい気にしてて、逆にでも作演出の時はあのなんか どこまで配慮できてるかは分かんないですけど、その厳しい言葉を使わないだったりとか、あの何ですかね、同じ失敗してもじゃあもう一回やろうって言えるみたいな環境にするっていう、なんか何ですか、トライするのが怖くないようにエラーしても別にいいよっていう状態にするっていうのとか気にしてやってましたね。 どっちもやってるからなんか思いつきそうな感じもすごいするね。確かに。だから安住の地ってものすごい劇団員多い、なんやったら客演の方が少なかったですけど、そうですね、逆に不老者はあの劇団員3人か4人5人にこの間なりました。増えた今月5人になったんですけど、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでたいんかなんかはいやおめでたい、はい、なんか客演の方が多かったりとかするとまた違うんかな、ね、劇団員は喋んないんで、とにかく僕が基本的に稽古場作るんですけど、だからまあでもあんまり、そうだな、なんか一番心がけてるのは僕が偉くなりすぎないことというか、あのどうしても僕が書いて演出してるともう権力者じゃないですか、その権力を乱用しないことはめちゃ気をつけますね。あとみんなが幸せになるってことで少しでも人生のプラスになってる体験だといいなとは思いますね。はあはあ、いやすごいね、でもみんなね、なんかすごい時代が変わってる感じがすごいですね。いやでももうそういうことなんだと思うよ本当に、うん、ね。いや赤星さんとかも気苦労すごい、逆に一人プロジェクトやから確かに、うん、気苦労すごそうと、そのなんかちょっと総合力やん、言ったらいろんな人が、うんうん、あの活躍できたら一番いいから、うんうん、やっぱそのことは考えるけど、その最近こう怒らないようになってるやん全体的に、はい、うんうん、もうそ怒らないってちょっと語弊があるけど、こうきつく言わないとか、うんうん、的確にちゃんと言えたらいいんやけど、この、うんうんうん、でもそれを怒るっていう技を持って的確にするんじゃなくて、ちゃんと的確にできたらいいんやけど、やっぱちょっとそっちに寄っちゃうときはね、怒るっていうかちょっとムッとするじゃないけど、うん、なりたくないよ、うん、なりたくないけど言っているうちに
だそういうことにならないように的確に言えるようにちょっと努力はしてるけど、そのダメ出しとかは演じてる。それどういう努力なの、的確に言う。冷静に判断。あともう一人、僕もうちもちょっともう一人、はい、もう一人というか別にいて、その演出っていうか助言をしてくれる人が、助言をしてくれる人がいるんだ。助言してくれる人いるんですよ。めっちゃいい。いいでしょ。すごいセレミ。あの神みたいな状態。困った時にチラッと見たら、うん、って一緒に困ってくれる。それは他のみんなには見えてるの？見えてる。イマジナリーフレンド。見えてます。演出女子みたいな。あ、います。あの、スタンドみたいなもんじゃない。スタンドみたいじゃなくてちゃんといます。なるほど。ちゃんといる人と、うん、あのこれちゃんという人と僕こう思うんですけど、あこうみんなに喋ってる時に私もそう思いますっていうか、いやちょっと違う、違いますねとかいろいろ言ってくれる人がいるんで、その人を頼ったり。 いいですよね。いいですね。何人かいるのって、うん、いやまさにそうだもんね、アンジュのうちなんかね、うん、ああいうふうにちゃんと分けれてるっていうのはすごくいいなと。素晴らしい、はい、うん、うわ嬉しい。アンジュの地を絶賛する1時間とか。いやんそうだよね、何も見てないのにね。なんか他にもなんか似たような流れの質問で、若い世代と年齢を重ねた世代それぞれの思う演劇についての思いっていうのがあるんですけど、まあ完全にだから20代チームがいて40オーバーがちょうど半々くらいなんですけど、今けど40代とかなんか若い人と接することも多いんで、なんかそんなこの差ではそんなにないような気もするんですけど、なんかもっと上の世代の人とか全然違うなと思ったりするのかな。なんか上の、私今42なんですけど、もうちょっと上の世代の人ってめちゃめちゃお酒が強いっていうイメージがあります。お酒弱いの？お酒、私はまあ個人的に弱いんですけど、なんかもう今の多分20代の方々ってあんまりその、まあ、コロナの前だったらあんまり飲み会でわって盛り上がるとかなんかあんまりないとか聞いたんですけど、飲む人多分減ってますね。あ、飲む人減ってる。そうなんだ、うん、どうなんですか、アンジュの地さん。いや僕飲みすぎて後輩泣かしたくなって、それ以来劇団で飲むのは控えます。そうですね、肝臓の強さなんてね、時代でそんなに変わんないよね。肝臓まとめ方よ。早いな、いくのが早い。もうちょっと行ってみようよ。どうですか。そうです、私もそうですね、一回飲んで泣きながら共演者叩くとかしてたので、なんかあんまり打ち上げの席で飲まないみたいな、ストレス発散で飲むのはやめようっていう感じの個人的な感じですけど。逆に反省するのが早いってことかな、若い人たちは。なんか今若い人たちみんな立派な感じするんですよ。なんかそんな感じしませんかね。なんか私が多分皆さんぐらいの年の時って、なんかいかにバカであるかみたいなとか、いかに狂った存在であるかみたいなところが割と大事なファクターとしてあったような気がするんですけど。はいはいはい、人の道を外れてなんぼやみたいなことね。そうだけど、はい、なんか今みんなみんなのためにとか、なんかこう公共の利益がみたいなとか、うんうん、なんかすごい立派というか、本当に何がどうなって20年経ったのかっていう。加納さんはそれついていけねえわって思ってんの。いや、でもその狭間にいるんでしょ、まさに加納さんはきっと。あ、そうか、もっと上の世代がそうだったっていう感じもすごいです。不老者ってけど、はい、ちょっとなんかあのやばいやつみたいな匂いを、アウトサイダーっぽいね、アウトサイダー感を出すじゃないですか。でも全然真面目なんで、めちゃめちゃ真人間っていうか、あのみんなちゃんと働いてますし、不老者言ってるけどめっちゃちゃんと就職して、いや本当にいい子たちですよ、劇団員の方。それはあの演出上で、あんまりなんか僕 SNS とかもやんないので、なんかちょであのさっきの怒る話じゃないですけど、フェイク的な PV で稽古場で僕がブチギレたりする PV を作ったりしてるんですよ。で、あれがマジだと思われてたりするんで、やらせ PV をやってるのに、あの無双 PV でそのブチギレる演出家みたいなで、しょうもないあの変な振り付けとかをとか一発ギャグとかに死ぬほどダメ出しするみたいなパロディーとしてやってたんですけど、なんか信じちゃった、そのなんか金沢とかで暗黒舞踏やってる子がここまで追い込まないとダメなんだみたいな。僕は丸坊主にしてみんな白い服を着させて、でなんかもうであとはシューニャっていうそのサンスクリット語でゼロを意味する概念でゼロになるみたいなこととか、これパロディーだって分かるでしょと思ったんですけど、
カルトだと思われた。本当にあここまでやんないとダメなんだっていうので、やっちゃうちゃうってなるんですけど、そうなんですよ。だからそれはもう外側と実態は結構違います。それは。イメージだけちょっとそういう。でも演劇ってさ、そもそもはでもちょっと修行の場みたいなのを昔は、まあ舞踏なんかまさにそうだし、こうつまり自分の生活全部をさ、こう演劇につぎ込んで、はい、でその中で体を作って、うん、まあしんね、なんか身体的特権論とかさ、なんかそういうことがあったわけじゃん、はい、でさっきもね言ってましたけど、その鈴木忠さんが、はい、あのメソッドを開発するのもきっと、うん、あの人たちは全人生かけてた気がするけど、 そうですね、うん、そこに対して別にアンチテーゼってわけじゃないよねきっとね。多分そうですね、なんかもっと演劇ってこう、うん、生活の中からだって面白いもの作れるし、うん、そっちの演劇もありだと思うよっていう多分なんかね、うんうん、メッセージがあるような気はしてて、別になんかどっちがいい悪いじゃない。だから今若い人で逆に言うとすごい特権的なね、なんか訓練して、パフォーマンス生み出したらそれはそれで目立つと思う僕、うん、まあ、20年だったらね、あのぐるっと回るって安住の地の中の指導さんのフレーズにも あ、うんうん、あの演出にもありましたけど、もう20年経ったらまた同じようなアバンギャルな時代が来るかも。ですかね、2041年の演劇はどうなってんやろうなって、戻ってきたなみたいになるかもしれないです。そんな感じで、もう30分も経ったんで、演劇以外に影響を受けたものは、演劇以外に影響を受けたものはっていう質問、はい、演劇以外に、じゃあ順番に聞いててみよう、うん、はい、演劇以外から受けた影響の方が大きいです。僕はもうゲームとか映画とか、うん、なんかラップとかそういうで、たまたま学生の時に演劇やってちょっと受けたから今も演劇やってるみたいな感じで、ちょっと全然ルーツが違うところにある気がしながらやってますね、うんうん、はい、三階さん、はい、はい、そうですね、でも多分皆さん多分割と映画音楽とかかなと思うんですけど、多分皆さんと違うところで私個人でいくと、もともと工芸というか家具作ったりとかっていう勉強してたのがあったので、そういうなんかものづくりの感覚というか、デザインとかもするんですけど、ウェブのコーディングとかもするんですけど、そういうのは結構なんかやるときに大いに頭の片隅にある感じでやってますね、はい、なるほど。赤星さん、もう影響受けないものはないね。何でも受ける、何でも受けてしまう、うん、なんか今こういうちょっとテクノロジー的なことを使ってやってるのも、まあもともと映像やってて、そのつながりからいろんな人と知り合って、まあ、あこんなことできる人おんねや、じゃあ一緒にやってみようみたいな、なんかこうつながりで結構広がっていってる気がする、うん、だから今なおいろんな影響を受け続けてるっていう、ね、うんうんうん、すごい言い方で西田、僕は映画が一番でかいかもしれないですね。僕もだからどっちかというと演劇よりその他の方が、それこそさっきと被るんですけど、ラップとか映画とか、あとコントとかお笑いがすごい好きなんで、とかそうですね、その辺漫画とかもありで、演劇は逆に大学入ってから知ったし、もともと映画やりたかったけど英検が見る線だったんで、劇団だったら脚本書けるよっていうので、改正で新人公演でやったらなんかまあまあリアクションあって、それで今に至るっていう感じなんで、そうなんです、だから映画はでかいですね。ホラー映画が僕影響すごい参考にしてるんで、そうですね、カブクの出してるアートビレッジボイスとかにも、それぞれの劇団が他の劇団に質問しているっていうのがあるんで、よければ目を通していただければと思います。ホラー映画って書いてますもんね。そうです、ここに書いてるけど、悪魔の生贄みたいなことを演劇でどうするかみたいなのがずっとテーマなんでそういう意味では演劇より映画はすごい影響を受けてますね。なるほど。加納さん、私そう漫画ですかね。もう漫画が大好きで昨日も早寝よう思ったんですけど、漫画読み始めたら3時まで起きてしまってですね、今ちょっと朦朧としてる。そうですね、割と今日は朦朧としながら来ましたけど漫画です、漫画最高やっぱりあれだね、演劇って人いないね、一人もね。そうですね、なんでなんだろうね、なんで演劇にそれで行ったんですか。まあそのつまりラップを、質問に演劇以外にって書いてますからね。あ、そういうこと。そっか、そういうことですか。演劇に影響を受けた
とは言う。演劇で一番影響を受けた人とか作品とかだけパーって聞いてみたいな。いやでも違うのよ、なんかね結構多いと思うの、演劇に影響を受けないで演劇始めてる人って、うん、なんとなく。ウォーリーさんも僕もそうだし、うん、つまり演劇って別に見ないからさ、大学入るまで、うん、影響を受けようがないじゃん。でも演劇始める人ってそういう映画とかミュージシャンとかに、本当は漫画家とかにね、うんうんうん、なりたかったけど演劇に行ったみたいな感じの人が多いなって印象はあって、だ意外とこうそれが演劇なんだろうなって感じがするとか、日本のね。なるほど。インスタントにできるんだと思うよ多分、表現としては。っていうのが僕は思ってる、うん、なるほど。演劇の方が映画とか撮るよりかはインスタントにできる。いやだってお金もかかんないし。いやそうだと思います。いやかなと思うんだけど、どうですか。なんですかね、あの懐広いというか、うん、演劇は なんかフレームに収めんでいいし、うん、なんか自分で説明しちゃってもいいし、自分の話してもいいし、フィクションしてもいいしみたいな、な多分何でもありな要素が多いから、うん、参入しやすい感じはなんかすごいするんですけど、それで面白いかと言われると、面白いものを作るってなるとね、また、まあ、また確かにちょっと違うよね、難しいですけどね、うん、なんかあの質問で、カブックのように文化がクロスするような施設や企画についてどのような思いがありますかっていう、すごい難しいけど、今言ってることとかがそういうことな気もしますね。どういうこと、どういうこと。カブックが多分、うん、まあ、こういう演劇、質問ないもん。質問がカブックのように文化がクロスするような施設や企画についてどのような思いがありますか。うん、あ、映画館下でやったりとか、ね、とかなってたり、まあ一回もギャラリースペースで今日も展示みたいなことがされてたりとかするんですけど、なんかそういう施設っていいよなって僕はすごく思ってて、劇場だけのところよりかは、なんか21世紀美術館で次安住の地もやりますし、あの僕とかあの三が日番とかも去年美術館での公演経験したんですけど、いいよね、演劇と幕間に別の展示見に行くとか、うん、あいいですね、なるほどね、うん、新潟で公演したとこも近くに漫画館とかがあって、マヤミネオとかの、まあ、新沢元栄とかのあそうですか、なんかあったりとかしたんですけど ね、なんかそういういろんな、なんかどのような思いってすごくいいって思ってます。なんか入り口がもうちょっとこう、うんうん、手軽っていうか、うんうんうん、僕とかテレビでこう見て、はい、その役者さんは何をしてるのかなと思ったら演劇をやってたっていう流れ、うん、あるので、その最初の入り口がちょっと手軽な気軽なところに、すぐ手につくところにあったらいいんやけど、演劇ってなかなかこう確かにすぐないやん、うん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 、だそこら辺がね、もうちょっとこうすぐ知り得るところに演劇があったらいいのかなって思うけど。どこにあったの演劇は。だからテレビの、それでその次が難しいじゃん。あだから俳優さん、あいいなと思って、うん、この俳優さんは何してるのかなと思ったら、たまたまこう、あ違う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 、それでそうは結構みんな思うじゃん。でもその後に実際演劇始めるのにどうしたらいいんだろうってみんな思わない？そうなんですけど、僕たまたま友達のお兄ちゃんが演劇やってて、うんうん、あなるほどね、そういうなんかつながったんですけど、その頃演劇ブックとか結構演劇の本があって、一番後ろ側にこうやりませんかみたいな広告がたくさんあったんですよ、うん、ああ募集とか、ね、募集が最近ないけど、はいはいはい、大人計画もピアノはみ出しで募集して集まったっていうエピソードがあるぐらいなんで、遅れたんやけど、まあそういうのがもっと増えたらいいんかな。じゃあその文化の前、劇団員募集とかしてるんですか皆さんは。ああしてます、してます。お大々的に言ってるわけじゃないけど。どこでしてるの。私のところはホームページに、あホームページに行ったら見つかるんだ。一応書いてたりします。小鳥会議はしてないですけど出してないですけど、あの全然ウェルカムなんですけど、あまり言ってこないよね、出してないと。出さないと言ってもらえないっていうのはあります、ね、安住のうちは出してんの。いやあの うちはもう募集してなくって、一緒にやるときに一緒に やるねやりますやるよっていうやり取りをすごい時間かけて今募ってるので、なんかバッと集めてっていうのは1回だけオーディションで俳優さん集めて、そっからさらにそういう
一緒にやっていくというやり取りをしてから劇団に入ったりとかはあったんですけど、募集はしてないですね。あ、そうなんだ、はい、不老者は僕も一回も、今もですし一回もしてないです、ね、急に増えたのに。そう、それはもうでも全員ね、大学の同期と先輩と後輩で、もう昔からの知り合いしか入ってないです。でオーディションとかもしたことなくて。そうなんですね。でももうちょっとコミュニティ広げるためにした方がいいんだろうなと思う一方で、やっぱり付き合う人をなんだろう、結構責任があるじゃないですか、劇団員になっちゃうと。 そうね、そこに追い切れるかどうかがやっぱ10人20人になっていくとどうなるんやろっていうのが、なんか入りたいっすみたいな人が来た時にどう対応するのかな。あ、そんな子がいたらいいですけど、まあ、いないっすけどね。そういう人は。でもだから加納さんがさっき言ったように、やっぱ昔と違うよね。昔はどこの劇団も募集してたもん。もう別にチラシとかでなんか募集してましたね。でどんどん毎年増えてって、うん、そういうあるいい意味では新陳代謝していくから辞めていく人もいるし、なんかそういう、こう 集団力みたいなものが結構レベルが変わっていくというか、っていう、まあそれこそダメになっていく劇団もあったけど、でもこうなかなか逆に言うとずっと同じメンバーだと本当に何かがないとブレイクスルーしない部分もちょっとあるじゃん。そうですね、そうです。だからなんか そうなんですよ。今そういう段階なのかなという感じもなんかうっすらと感じておりますね。みんなの人生も変わってきてるんで。だからその分かるよ、人生をね、劇団員の人生を背負うことの大変さってめっちゃあるんだけど、もうそことどう折り合いつけていくかって、割とこう劇団を長くやるためにはね、必要ですよね、加納さん。いや、すごい必要ですね。劇団っていうか2人じゃん。2人なんですけどね。ただもうちょっと最初は加納父さん4人いたんですよ。あ、そう。どこの部分と加納父さんと仲間たちみたいな感じでいたんですよ、あと2人だけど、その彼女たち、あ、女の人だったんですけど、その彼女たちの人生が進むにつれ、やっぱ加納父さんが置いてかれるっていう、そういうことになって、やっぱ人生が進むと同じように活動なかなかできないっていうのもありますね。若いうちだから、若いうちだからっていうか、まあ、その例えばまあ独身で身軽で一人でどこでもホイホイ行ける状況だからやれるみたいなところもあるんかなという。それで言うとさ、別に今の多分若い劇団の人たちは続けるっていうことがそんなに大事じゃないんじゃないかなって気もするんです。どう？いや、けど続けたそうですよ。10年後20年後に劇団続けてるって感じ？僕らも持続可能性ありきで社会問題ね。SDGs。そうそうそう。もうだから劇団っていう形、まあ名前はついてるんですけど、もうちょっとなんか緩い連帯になっていけばいいなとかも思ってます。なんかあんまりなんかお互いにこう絶対毎回全員で揃うぞとかよりかは、ちょっと2年ぐらいインド行ってくるわみたいなやつがいて、なんかで5年ぶりに久しぶりに会って、それぞれのなんか力持ち寄って作ったみたいな形も今後やといるやろなみたいなこととかも思ったりとかして、全然やってたいですけどね、安住の地。なるほど、はい、どうですか。分かんないです、ね、でもなんか辞めるとかの予定もないですね、逆に言えば。なんか、うん、なんか続けることがね、はい、目的になっちゃよくないっていう感覚ってない？でもだから最高傑作もうこれ以上ないなって思ったらいつでも辞めると思ってて、で毎回後悔が残るからやってるっていうのがどっちかというと近いかもしれないですね。なんかその集団を構成してる人たちがそれこそ不幸になるぐらいだったら続けない方がいいって思うタイミングとかもきっと僕は分かんないけど、どうでもなんかこれ口で喋ってる自分と本当の自分はなんか違って、ほら、コロナの時とかは別に演劇やんなくてもいいわって思うこととかもやんなくても生きていけんなって思ったんですけど、やっぱ見てるとやりたくなるの でそれだから頭で考えてるのとなんか違う感じがするんです。なるほど。だから簡単にはなんかもうやめられない感じが、するんですよ。でもこれなんか僕の個人の問題なので、そこをどこまで巻き込んでいくかがシビアなところですね。これね、あとまあ普通で言ったら15分とかなるんですけど、結構なんか深い質問とかも多いんで、ちょっとライトなとこ行ってから、うん、お願いします。行こうかな、うん。劇場に向かう電車の中は皆さん何を考えてますか？特に今回の歌舞伎など今日来る時とかかな、とか、まあ、小屋入りの時とか、なんか電車の中とかで移動してる時に考えてることあります？まあ、本番の日の朝とかね、とかね、うん、
何考えてるやろ。加納さんから行こうか。お昼ご飯のことを考えてます。それは夜でも朝でも。いや、あの朝ですね。あ、朝。あの特に今日はお昼ご飯のことをいつ食べようかとか何食べようかみたいな。あ、昼にここに集まるからにはどこで食べる。うん、主にご飯のことを考えてますね。で、今日は決まったの？今日はもうパン食べようと思って、そこ の、 あの目の前のパン屋さんでパン食べようと思って来ました。家族に期待意義があるね。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。西田君は。僕は移動時間すごい好きで、移動時間だけが何もしてなくても、あの自分が目的地に近づいてってるっていうのがあるんで、うん、なるべくだから何もしかん、なんか唯一何もしなくても、いつもはなんか移動してない時はなんか考えなきゃいけないんですけど、移動中はできるだけぼーっとする、ぼーっとするようにしてますね。僕なんか電車乗ってる時一番好きなことができる時間やから、うん、あの好きなことしようと思って、うん、でも今ちょっとやらないといけないこともあるから、やらないといけないことをしつつ、うん、ちょびっとだけ好きなことやるみたいな感じ。何好きなこと？なんか本読んだりとか、好きなことっていうかやりたいこと、趣味みたいな、趣味をそこで放り込む。なるほど、なるほどね。三ヶ日さん。私は今日はアルバム聴いて、このアルバム聴いてこようって思ってきましたね。音楽アルバムって言うんだね。あ、いや、なんかプレイリストとかではない。いや、なんかアルバムって言うんだと思って今。いや、わかんない。アルバムを1枚、1曲目から1曲目から順番に、意外とアルバムしっかり聴こうと思ったら、家で1時間何もせえへん時間とかって取られへんくて、家族ってこう電車乗ってる時間がすごい長いので、その間は何やったら歌詞カードとかね、こう歌詞見ながら聴けるから、うん、今日はアルバム聴いてこよう。何のアルバムを今日は聴いたんですか？あの金子彩乃さん の、 あの新しい様子があのやつを。大好きです、僕。あ、本当ですか？すごい。いや、なんか最近ちょっと似てはる。そうなんですよ、似てるって言われて、似てるって言われてとかいうのもなんか嬉しいんですけど、なんかちょっと恥ずかしいよね。恥ずかしいです。似てるって言われて、それで興味持って、あの今順番にアルバムを聴いていこうっていうターンに入ってます。でもいいね、そのアルバムを、うん、ちゃんと聴くっていう1曲目から。いや、すごいいいアイデアだと思う、うん、なるほど。岡本君僕今日電車の中で あの朝早かったんで髪の毛くちゃくちゃで、うん、あのここの前髪どうしようって言ってた。結果こうしたんですけど、すみません。今朝はとりあえず、まあ、人前にも出るし、髪型をしっかりしよう。めちゃくちゃやったから、とりあえずもう手の油ぶわー出して、あとここだけどうしようみたいな。京都から神戸に着くまでの間、ものすごい長い時間髪の毛ここずっと撫でてました。そんなこと気にしてる風の人の服じゃないよね。その袖とか袖とか破れて、うん、深海地の人にいいねって言われた服ね。そう、おちゃんに、うん、ええやんって言われました。なんかシンパシー感じ。はい、じゃあ次、ちょっと全体的にあの劇場のことについてなんかいくつかあるんですけど、もう具体的なのもあって大変ですね。あのぶっちゃけ京都は小屋が減少傾向、かつ今ある劇場も使用料が高額で小劇場文化が廃れる気配がありますが、どう思いますかっていう質問と、アイホールの問題はどうお考えですかとか、すごい、さっきウォーリーさんはインスタントだって言ったけど、結構演劇をやるのに劇場のこととかって気にするというか、場所を選ぶ、安いとことか、なんかあんまり設備整ってないところに行くと果たしてお客さん来んのかとか、いろいろあると思うんですけど、なんかこの残り時間でこれは大きいよね。よし、行こう、行ってみよう、うん、じゃあ加納さんから行こう。今2つぐらいなんかありましたね。劇場関西のね、はい、多分劇場がこう、はいはい、アイホールとか京都とか、まあ、大阪もね、ゲーソーもやばいんじゃないかって減ってってるし、まあ、ヘップホールだってね今ね、ちょっと管理者変わったりとかしてこう、まあ減ってるし、残ってるところもまあなんか高くてそんな気軽に打てる感じじゃないかとか、まあ劇場に関するあれやこれやについて今思うことあります？3分喋って。一人3分。結構喋れますね。普段から何も考えてないのがバレてしまいますけど、そうです
すね。なんかでもなんかパスパスしてもいいよ。ちょっと板パスします。大丈夫ですか？なんか言った方がいい。いや受けます。大丈夫ですか？はい、そうちょうどねアイホールでブレーカーレッグやった後、先日アイホール公演やった翌週にそのニュースが出てきて、全然劇場の人たちはそういう話はなかったんですけど、もう青天の霹靂で、でもそうですね、なんかやっぱ劇場減って、アイホールはだからずっと学生の時からやりたかった、一番憧れで関西でも、思ったより早く夢が叶ったんですけど、でも一回やるとまたやりたいというか、継続してやんないと分かんないこととかもあるんで、やりたいなと思ってた直後に来ちゃって、いや結構ショックでしたね。であと僕今京都に今年から引っ越して、京都でも公演やりたいなと思うんですけど、確かにその選択肢としての劇場が減ってると、何でしょう、自分のなんか次どの劇場でやりたいとかぼんやりとかあって、で歌舞伎とかもやりたいとこだって、でそこら辺はできてたんですけど、なんか行き詰まっちゃうという、そのなんかスゴロクみたいなのが、僕なんか割とベタにスゴロク的な進み方に、大きくなって、そうですね、大きいキャパシティの劇場とか意識なんか憧れるとこあったんですけど、そのプランが立てにくいですね。なんかあとそもそも思うのは、だから演劇ってそんなに好かれてないのかという、その税金の投入する対象として、だから私立と公立公共劇場ではまた違うところではあると思うんですけど、いやそうですね、いや結論はなんかなかなか悩ましいところではあって、それが民意だとすれば民主主義上は一つの答えなのかもしれないですけど、いやちょっとパスします。いやもう十分結構喋ったね。じゃあ赤星さん、なんか今ちょうどその劇場のことと劇団をずっと続けるか続けないかみたいな話があったと思うんですけど、今最近この僕らサンデーっていう劇団でね、僕とか木下さんとかいろいろいるんですけど、もう30年ぐらい一緒にいるのね、みんなで久しぶりに公演しようということになって、でミーティングを重ねたんですけど、やっぱなかなか劇場、東京にも劇団員いるし大阪にもいるし、みんなが一度会して公演することがちょっと不可能で、で劇場を探してたんですけどなかなか見つからず、これ劇場借りないと演劇できへんのちゃうみたいになって、とりあえずその劇場を借りるということを一度やめよう、で街歩きの演劇というか、今 AR 使って音声をダウンロードして、その音と今周りで聞こえてる音を混ぜてもらって想像する演劇みたいなのを今作ってるんですけど、それが今月の10月24日にあるんですけど、宣伝した。チケットが今日までなんで、今日まで、今日までに購入しないといけない、はい、購入しないと、ここにいるお客さんにはね、ぜひよろしくお願いします。でそういうことをしてて、なんかこう、まあ、劇場でやりたいけど、うんうん、やっぱ減ってるし、で東京と大阪にも劇団員いるし、どういうやり方がいいのかなってずっと考えてはいますねっていう感じかな。なんかパスってパスとりあえず喋り切ってパスするっていう。10月24日にあります。はい、そうですね、なんか多分どうなんですかね、なんか特にですけど、うち劇団員3人しかいないような小骨座ってはそうなんですけど、人数いないとそもそものなんかお金が用意できないっていうことあるじゃないですか、チケット収入で劇場さんにお支払いしてスタッフさんにお支払いしてみたいなのがあると思うんですけど、なんかそうなった時にその効率のところというか安く使えるところがあると、まあ、若手でも打ちやすい、あと例えばカブックさんとかアイホールさんとかもそうですけど、その共済事業とかでやってくれたらチラシもいろんなところに一緒に挟み込んでもらえるとかっていうのがあって、体力がないという言い方をしていいのかわからないですけど、若手からするとそういう劇場があること自体が続けていきやすい環境になるっていうのはすごくあって、ただそのアイホールのことは演劇にとってはそうなんだけれども住んでる人にとってはそうでもないっていうのがこう見えてきてるっていうのが
ね、なんかそれでこう話題になってきてるっていうのがあると思うんで、ね、実際 なんて言うんでしょう、その文化を守るっていうことよりお金がなんて言うんですか、赤字にならないとか負債にならないみたいな方が重要視されることが多いなと思ってて、そのなんていうんですか、政治的なというか運営していくっていう時になると、大阪はもろにそのねあの経費削減の方に行ってこう公共施設どんどんなくなるっていうことを実施した方の、もうすでに実施された方の都市やなって私は大阪は思ってるんですけど、兵庫とかはまだそれがこう残ってるから残しといてほしいって思う方ですね。私は大阪は全然、自分が高校生の時とかに橋本さんとかが市長になって、でこう自分が参加してた総合文化祭とかがなくなるかもしれへんとか、自分が行きたい公立の専門学校がなくなるかもしれへんとか、なんかそういうのがあったんですけど、当時投票権なかったんですよまだ。だから個人的には今権利があるから選挙へ行こう、選挙行こうなるほど、主張はしたいっていう賢い声けど、なんか今聞いてて大阪がすでにそうやとしたら、なんか兵庫県としては近隣の都市として逆に行った方が絶対アドバンテージ上がるはずやの、そうですね、そういう横並びにしてどうすんねんっていう気には今聞いて思ったな。京都の安住の地、はい、京都の、はい、いやそうですね、なんか僕はずっと思ってるんですけど、やっぱ僕はアーティストの目線でしか喋れないんですけど、やっぱりこういうブラックボックスで上演していかないと、演劇の、作る自力といいますか、なんかものっていうのは育たないのでと思っていて、ライブハウスとかだと、それなので、あのカブックフラッグカンパニーさんとか、あと僕らロームシアターとかで、若手支援のやつに選ばせていただいたりとか、アイホールさんのやつとか、やっぱ公共の劇場がある程度なんていうんですかね、同じリスクというか、これもう僕らを育てるつもりでこういうやつを賭けでやっていってもらえると、僕らもそこで答えていくしかない、なくなるっていう、このサイクルはなんかやっていかないと、まあ、文化ごと消えるんちゃうかなっていうのは結構過激派なんですよブラックボックス過激派で、僕はブラックボックス過激派新しいことそうそう、オルタナティブスペースでやっててもしゃあないって思ってる節がちょっとあって、だからめちゃめちゃありがたいですね、こういう企画は。なるほど。だからそうですね、見る人からしたら関係ないですしね、うん、でもそれはっていうのはめっちゃ思いつつ、なんかそういうことを考えたりしてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。パスで、パスで全然パスしてないよ今すごいいい、はい、話だと思います。なんか、ちょうど1時間ぐらい経ったんですけど、あとちょっとだけいきましょうか。早いね。はい、なんかこんなしっとりした話になったんで、落ち込んだ時にすることはっていう質問が若旦那ってマイペースだよねやっぱり。はい。なんでそんなマイペースなの。まああんまりいろんなことを深く考えてないんでしょうね。若旦那はどう思ってんの、その劇場の、その劇場について、なんか、うん、あのさっき赤星さんが言ってたのと一緒で、けどやっぱ残してった方がいいし、なんか結構僕はそのブラックホボックス過激派ではなくて、いろんなとこでいろんな形の上演があったらいいじゃないタイプ、うんうん、でもちろん劇場も必要やけどって思ってて、赤星さんが言ってたみたいに、あこの人演劇出身なんやみたいな、テレビとかなんかまあ YouTuber とかでもいいと思うんですけど、いてなんかまあその触れる機会がなんかやっぱ劇場だけだと閉ざしてるわけではない、あの演劇をやるためにはこう締めてないといけないけど、その人たちがいかにちょっと外向けに発信していけるかがだいぶ違って、まあ伊丹の、県とかも、市民の利用が少ないってなってるけど、それはすごいいろんなよそから来て、その人たちが伊丹にお金を落としてってんだぜっていう考え方はないのかとか、
全市民に取ったのかっていうサンプル数の問題とか、まあ、全部取ることできないとは思うんですけど、なんかもう少しライトな接し方が考えていかんとあかんなって思ってて、芸術創造館で働いてた時に千林商店街の振興会とかに行って、なんか一緒にできないですかって飛び込みで行ったこととかがあるんですけど、なんか特にカブックとか館長の大谷さんがやってるダンスボックスとかは町と一緒にやるみたいなことをやってるのとかを歌舞伎に来ることによって知れば知るほど、いかにこう上演中は閉ざしてるけどどう開いて外にアピールするかによって変わってくるから、なんか一人悶々と考えるよりもなんか開いていく方法をいろいろ考えたいなと僕は思ってます。はい、落ち込んだ時にすることはだんだん落ち込まなくなってはきた感じですね話の温度差がもうすごいなんか20代の頃は本当によく落ち込んでたんですよね。なぜこんなこともできないのかとか思ったりしてたんですけど、だんだんなんか自分に対する期待値が下がってきたというか、うん、なんかその生半可なことでは落ち込まなくなってきたなっていう。それでもなお落ち込んだ時は寝る、食べる、遊ぶ、この3点セットがいいですね。ありがとうございます、はい、西田さんすごい心地いいよね、なんか加納さんの声ね、はい、いつでもなんだろう、このまま寝れる、本当にノンストレスF 分の1の揺らぎなんです。うわマジでずっと当たってたいわ延々延々いきますよ。いやなんか加納さんの話聞いても早く加納さんになりたくてしょうがな い早く加納さんになりたい、今日ずっと話してて呪いの言葉みたいです、ね、羨ましい。僕はもうめちゃめちゃ悩ん落ち込みまくる状態があるんで、いや早く加納さんになりたいなってずっと思ってますね。なんか僕が悩んでることは全てクリアされてる状態にいるステージが高い。でもなんか今日だから来てよかったです、すごい希望が見えてきた感じ。割とね年下の男の子から割とこういう風に言われるのがですね。ありがとうございます。いつでも話しましょう。貴重な機会をありがとうございます。そうですね。落ち込んだ時は、うん、落ち込みまくりますね。あとでも走るといいらしいですね。運動するといいらしい。発散する系。そう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 。これから落ち込んだら加納さんに LINE するとかにする。一歩入れ。じゃあ一緒に。場所は違えど走ろうか。それなんか悩み相談とか若い男の子にされたら、はい、こうズバッと答える感じなの？割と悩み相談はしたい方ですね。あ私からしたいと。したい。いやされたい方。あされたい方。じゃあいいじゃん。じゃあ定期的に。二人ツイッターでも交換して。あ本当ですか。やった。ちなみに例えばどんな悩みがあるんですか？いやもうまずはやっぱり自分って何っていう悩みですね。これどう加納さん。自分って何？はい。もうコーナー作ったのに何でしょうね、ま、自分って何って言われたら、ま、鏡を見て、はい、なんかこれだなっていう。いやでもなんか真理な気がします深く掘り下げてもしょうがないです、ね、すごいプラスに捉えるね西田君、うん、考えてもしょうがないねいやでもそれは本当に一理ある気がします、うん、いやでもいいと思うんですよ悩むことでちょっとどっかでやってもらっていいですか、ね、もう時間ない案外加納さんがズバッといかないのよこのズバッといかないゆるゆる感があそうかそれがいいのか。あ確かに新しいかも ね確かにマツコさんみたいにズバッといくパターンじゃなくね細木和子ではないというの赤星さんどうですか。細木和子ではない。ズバッと言うわよっていう。で、ズバッと言うわよと言えば細木和子じゃん。分かった。20年前なんだよ。全部出てくる名刺がグレーエクスポから始まって、もうおかしいんだって時代感が。僕が落ち込んだ感じになるんで、赤星さんお願いします。こう嫌なことあったなとか落ち込むときはなんかサイクルがあるなと思って、僕2週間ぐらいで大体忘れれるんですよ。2週間経ったら嫌なこともだいぶ言えたりとか忘れたりするから、2週間経ったら忘れれるんだって毎回思って、もういつの間にか絶対2週間経ったら忘れれるわと。でもいいことも忘れるからちょっとそれは悲しいなと思いますけど暗い気運サイクルじゃなくて全部の
赤星さんのサイクルが2週間、そうそう、記憶のサイクルが2週間で大体すごいね、もうメメントみたいな感じ、あメメントみたいな、書いていかんのは分からへんそんな感じ、なるほど、落ち込んだ時どうしますか落ち込、そうですね、なんかめっちゃあのご飯食べるのが好きなのでめっちゃご飯食べるっていうのが多いんですけど、あのだんだんご飯の量食べられへんくなってきてて今その食べられへんくなって、なんでしょうね、胃腸が弱いって思って最近は逆にあのいっぱい食べるんじゃなくて、うん、あのちょっと芋を買って食べるみたいな、あおじいちゃん自分を甘やかそうぜっていう状態に持っていくっていうのが私は分かりやすくご飯です。あ、はい、なるほど、食べ物、食べ物、岡本君、いやー何してんだろう、いや多分でもめっちゃ寝るとかですね、僕16時間とか基本12時間ぐらい寝るんですよ、僕で16、うん、で、ね、寝てたら大体なんかどういうことで落ち込むんですか岡本さん、最近落ち込んだことは何かありますか、最近落ち込んだことね、あまあまあ延期になっちゃったりとかはかなり来ましたけど、でもなんかコロッと、あでもおすすめはもうめちゃめちゃ知能っていうか、なんて言うんでしょう、自分を動物みたいにするのがおすすめです、うん、動物、どういうこと、まあ、IQ を下げるっていう、そうですそうですあの今パンダぐらいにしたんですけど、あ赤ちゃんじゃなくて今パンダだったんだ、パンダでした動物、まああんな人なんですか僕も初めまして、ね、1時間だっけ初めて、まあ今の2回やったらいけるかな、ちゃんと全然 YouTube にこれ音声だけ上がるときにそこだけ画面岡本くんのパーだけ後で写真撮ってダメでした、あの入れときましょうか、ね、でもそれ本当に、本当にそれで、本当にそれでずっと家で、うん、あの どんな感じだっけ、キャッパ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 おもちゃあるじゃないですか、あのキャッパ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 っていうおもちゃがあるの、幼児対抗ですね、幼児対抗しますめっちゃ、あそうだよね、そっちだよ ね、 そっちね、さっきからずっと言ってたんだよね、そのね、動物で押そうとするから動物そこでちょっとずれたんだよこっちと、そっか幼児対抗ね、幼児対抗です、じゃあもう一回やり直そう、キャッパキャッパキャッパッ写真撮れたかないや、すごい今日は安住の地デーだね、あーもうみんな興味津々になったと思いますけど劇団員全員真顔なんですけどね、いやいいと思う、マスクしてるから分かる、はい、まあ、せっかくなんで、今10分あのオーバーしてしまってますが、ね、もう一個ぐらい最後一個、はい、一個うん、カブックフラッグカンパニーも3年目なんですけど、まあ、うん、やっぱ神戸が所在地の劇団ってあんまり今までもなくて、京都大阪から神戸に来て芝居するのはどんな気持ちですかっていうことと、神戸で公演をやる意味はどこかありますかっていう質問があるんですが、なんかその、まあ、劇場問題の話とかもして、京都があの減ってて高いみたいなことも質問にありましたけど、まあ、そんな中で神戸に、これから皆さん歌舞伎で公演していくんですけど、なんか思うところあればシーンとする、あの思いついた人からあの挙手していってもそういうのは出ないよね、あ多分、いやありますあります、あの神戸でやる理由ですよね、はいはい、僕も歌舞伎クラックカンパニーですけどね、確実にそうですよ、もうそれ、それしかないです、うん、ああそうか、カブックフラッグカンパニーに選んでもらったからからですね、でなんか うん、それしかないな、どんな気持ちですかって書いてあるから、神戸に来て芝居をするのは、あでもやっぱりそういうふうに土地を変えるっていうことで、全然やっぱお客さんの触れ方というか、うん、劇に対する触れ方とか全然違くって、京都とかもめちゃくちゃあったかいなと思ったんですね、神戸の人、京都の人に比べて、へー、京都の人が来てくれてるんやったら京都の人が明るいんですけど、そう京都の人も来てくれてると思うよ、さすがに京都であんま
さっきのパーみたいな時の空気ですけどね、いつも京都でやるときは嫌われてるのかもしれない。そんなことないと思うよ。なんかでも、確かに神戸のお客さんというか、歌舞伎に来てるお客さんは、こう演劇をなんかちょっと楽しもうとしてる感じは、あ、いつも僕は客席にいて感じますけどね。だからすごくそれを感じに土地に、違う土地に来てるっていうのはもう一つ大きい理由ではすごくあります。なんかそうね、京都だけでやってると京都のもういつも見知ったお客さんじゃない、はい、あの神戸に来ると新しい人に見てもらう可能性っていうのがあって、フレッシュな気分かもね。京都、ほとんど京都本公演はなんか神奈川とかにイベントっていうか、そうです、ね、コンテストとかは出てましたけど、コンペとかでは出させてもらったんですけど、大体今のところ京都とか、あと一回神戸でも、あのもう一人の作家の獅童カピが、うんうん、歌舞伎で演劇を始めた人なんですよ。あ、そうだ、豪輩出身なんですね。そうですそうです、豪豪輩スクールプロジェクト、なので多分彼女からしたらもっと思い入れあると思うんですけど、うんうん、僕はこれが歌舞伎フラッグカンパニーだから、これが限界だと思うよ。そうそうですね。でもいいと思うんだけど、うん、歌舞伎フラッグカンパニーに呼ばれてきましたで、そう、ダメ？いや、いいと思います。僕が引っ張ってるつもりはなかった、あまり。すみません。はい、ありがとうございます。なんか90年代で例えてみてよ、この空気を。ん？90年代で例えてみて。90年代で例えてみる。うん、TM ネットワークが解散したなっていう気分で、最近ね、再結成、うん、再結成しましたね。やっぱ20年サイクルぐらいいる、ここいる、この会話いらないんじゃない。あ、ズバッと言ってくれますね。最後にじゃあちょっと一言ずつもらおうよ、もう。はい、何を一言ずつもらえるんですか。ウォーリーさんは何で怒ってんの。怒ってない、怒ってない。ウォーリーさん何を最後一言ずつもらいたいですか。え、違う違う、もうお別れだよね。もうそろそろみんなも帰りたいからさ。そう、いつまでもやってしょうがない。お尻も痛くなっちゃうからね。そうだから、うん、ちょっと公演のね、一応宣伝もしていただいて、はい、で一言何かいただければで、うんうん、じゃあ今日は安住の地さんはね、さっきたくさん喋ってもらったし、今日もう公演終わったので、はい、お疲れ様でしたということで。お疲れ様です。またでも歌舞伎に帰ってくださいね。はい、はい、ありがとうございました。来ていただいて嬉しかったです。ありがとうございます。はい、じゃあ小堀座さんお願いします、はい、なんかチラシが多分間に合ったので挟み込んでいただいてるんですけど、12月に中頃にやるので、私じゃないんですけど作演出はなかなか賑やかな感じでやろうぜって言ってるのでよかったら歌舞伎神戸公演初めてなので、よかったら見に来ていただけたらなと思います。はい、あとこのいっぱい喋ってすみません。これフライヤー展っていうものをもともとやってたんですけども、仮のフライヤー、あ、そうなんですよ。ほんまにやった公演のフライヤーじゃなくて、フライヤーのデザインだけ先に上げてネットで投票していただいて1位になったやつでチラシすらしてもらってるんですけど、オンライン開催になってしまったんですよ。本当は印刷して見ていただきたかったんですけど、コロナの影響で無理だったので、でそれもちょっと一緒に展示しようかなと今目論んでいますので、よかったらそのフライヤー展も覗いていただければなと思います。あ、フライヤー展はここでやるの。あ、ここじゃなくて受付のあたりにこう、でも歌舞伎でやるってことだね。歌舞伎でその公演の時に一緒にやろうと思っていますので、だからその時にそのチラシと同じように出てた何点かの、他の方々のデザインのやつも出るので、よかったら見てください。はい、はいはい、なんかいっぺんに2つの楽しみがある。いいですね。赤星さん。はい、スターマシンプロジェクトとしては来年1月28日から30日に公演がありまして、どこまで進んでるのかと言われるとまだ全く進んでないので、ちょっと頑張らなあかんなと。今これすごいすごいなと思って。いや、それはだって12月だから。12月です。ああ、いやでも僕も頑張らないといけないなと思って。サンデーの AR 芝居が終われば。あ、そうですね。さっきも言いました。その宣伝ばっかりになるから。いやいや、まあ、それが終わったらスターマシンプロジェクトに本腰いけるっていう。あと言えることは、
言えることは言えることはそんなないんですけど、うんうん、面白いなんてことを聞いて面白いと面白い、あの、うん、ちょっと演劇とまたちょっと変わった感じの公演になるんじゃないかなと思います、うん、あの普通普段の演劇ではない感じになんかストーリーで演じるみたいなんじゃないっていう体験型みたいな感じにはなると思います、うん、はい、よろしくお願いします。ぜひ体験しに来てください。はい、不老者としてはこのフラッグカンパニーで来年の2月の2週目に、ブロー&ジョブという作品をやります。でブラック企業オフィスを舞台にした、まあ、ブラックコメディ的な話になると思うんですけど、まあ、さっきなんか落ち込んでるのは本当自分は何かとか言ってるんですけど、本当に落ち込んでるのは金の問題がめちゃめちゃでかくて、金とでアイホールの問題も金だし、なんかこの世の中金で動きすぎているので、うん、金を殺すみたいな気持ちで、うん、やろうと思ってます。これ昨年度延期になってしまったやつをまたやるんですけど、まあ、この1年ですね、金に対してとか社会に対していろいろ不満、さらに思うことがあるので、まあ、でもそんな怖くないと思います。そんな怖くないの？こう狩猟の腹渡的な感じはないの？ね、ちょっとあるかもしれない。ちょっとあるかもしれない。心霊はちょっとあるかもしれない。それでも怖い人でも見れる？大丈夫？あ、でも全然そうです。これ煽りも過剰に言ってるだけなんで、実際はねそんな怖くて見れないと。そしてまた勘違いされちゃうんだよね。そうなんですよ、これ難しいと思うんですよ、ね。こんな怖さと笑いの両方で占めるグロテスクな社会の鏡っていうとものすごい感じになるんですけど、もうちょっとライトな感じだと思うんで、よかったら見に来ていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。でもなんか深く考えれそうな、ね、話があるので、うん、ぜひ見ていただければと思います。お願いします。お願いします。じゃあ加納藤さん、はい、加納藤さんの公演は来年の3月なんですが、今私40代に入って2年、その頃には3年経ってるんですが、40代というものがいかにラビリンスであるのかっていうことを皆さんに叩きつけたい声です。20代30代はまだその行くべき姿が見えてたんですが、40代になって急に誰も行くべき姿はあまり示してくれないという昨今になりました。ということで40代の役者、ほぼ40代の役者、一人だけちょっと若い人いるんですけど、を一つの館に閉じ込めてですね、もうそこでいろんなことをねやらせようと思ってますので、ぜひ皆さん40代になった時どんな、感じで迎えられるのかを予習がてらですね、ぜひ来ていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。いや、すごい興味あるわ。40代のラビリンスですね。いや、40代すごいですね、本当に。あ、答えが出るんですか、この作品を見に来たら。そうですね、皆さん一つ一つの答えを。腹立つな。わかりました。はい、じゃ答えを見つけに、はい、答えを見つけに行かせていただきたいと思います。20代30代の人も見てもいいんだよね。もう全然20代30代の人に見てほしいですね。逆に60とかの人が見、もう過去を懐かしむ感じで見てます。迷ってたなって。そうですね、でも分かんない、60代でも案外迷ってんのかなっていう気もします。確かに知らないもんね、まだね、うん、そうですね、うん、近所のゴミ捨て場でおじいさん、俺ほんまあいつのこと嫌いやねんって言ってんの見た時は、本当この世に救いはないなと思って。未体験ゾーンやわ。本当に、いくつになってもラビリンス。確かにね。そういうお話だそうですけどね。すごい、五色バラバラですね。本当楽しみだな。はい、今年というかもうすぐね、はい、始まりますので、はい、ぜひ皆さんこれ聞いてる人見に来てください。ここにいる会場の皆さんもぜひ足をお運びください。お待ちしております。お待ちしております。ゲストの4名の皆様でした。5名。あ、ごめんなさい。はい、皆様でした。ありがとうございま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 した。いやそれでは、はい、皆さんどうもありがとうございました。ここで失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。